そのため、おじいさんとおばあさんはずっと子供を欲しがっていました。そのため、おじいさんとおばあさんはずっと子供を欲しがっていました。おじいさんとおばあさんは毎日子供を授かりたいと神様にお祈りしていました。おじいさんとおばあさんは毎日 子供を授かりたいと神様にお祈りしていました。そしてある日、おじいさんとおばあさんは一寸ほどの大きさしかない小さな,小さな小さな子供を授かりました。そしてある日、おじいさんとおばあさんは一寸ほどの大きさしかない小さな小さな,小さな子供を授かりました。 ずっと子供を欲しがっていたおじいさんとおばあさんは、それはそれは喜び、その子を一寸法師と名付けました。ずっと子供を欲しがっていたおじいさんとおばあさんは、それはそれは喜び、その子を一寸法師と名付けました。おじいさんとおばあさんは一寸法師を それはそれは大切に育てました。おじいさんとおばあさんは一寸帽子をそれはそれは大切に育てました。しかし一寸帽子はいつまで経っても大きくはならず人間の親指ほどの大きさしかありませんでした。しかし一寸帽子は いつまで経っても大きくはならず、人間の親指ほどの大きさしかありませんでした。そうして一寸法師が15歳になった頃、一寸法師はおじいさんとおばあさんに言いました。そうして一寸法師が15歳になった頃、一寸法師はおじいさんとおばあさんに言いました。 僕は都に行って広い世界を見てみたいんだ。僕はこれから都に行くよ。僕は都に行って広い世界を見てみたいんだ。僕はこれから都に行くよ。こうして一寸法師は都に向けて旅に出ることになりました。こうして一寸法師は。 都に向けて旅に出ることになりました。都に行くためには川を下っていかなければいけません。都に行くためには川を下っていかなければいけません。おじいさんとおばあさんは一寸帽子に小さな針でできた剣とお箸のオールと茶碗の船を渡しました。 おじいさんとおばあさんは一寸法師に小さな針でできた剣とお箸のオールと茶碗の船を渡しました。一寸法師は茶碗の船に乗り込みお箸のオールで船をこぎながら都へ向けて旅に出ました。一寸法師は茶碗の船に乗り込みお箸のオールで船をこぎながら 宮古へ向けて旅に出ました。長い長い旅の末、一寸坊主は、ついに宮古に到着しました。長い長い旅の末、一寸坊主は、ついに宮古に到着しました。宮古には、見たこともないほどたくさんの人たちや、馬や車、 大きな建物がありました。都には見たこともないほどたくさんの人たちや馬や車、大きな建物がありました。一寸法師はその中でも一番立派な建物に向かいました。一寸法師はその中でも一番立派な建物に向かいました。 一寸法師はその建物の門の前に立ち、頼もうと叫びました。一寸法師はその建物の門の前に立ち、頼もうと叫びました。すると、門の中から家来の者が現れました。すると、 門の中から家来の者のが現れました。しかし彼は一寸帽子を見つけることができませんでした。しかし彼は一寸帽子を見つけることができませんでした。おかしいなあ確かに声がしたのだが、門の前には誰もいない。 おかしいなあ。確かに声がしたのだが、門の前には誰もいない。すると、一寸法師は言いました。すると、一寸法師は言いました。僕はここだ。この一寸法師を見つけられないとは、どこに目をつけておるのだ 僕はここだ。この一寸法師を見つけられないとは、どこに目をつけておるのだ家来の者はその声を頼りに一寸法師を見つけると、これはなんて小さな子供だ。と驚きました。家来の者はその声を頼りに一寸法師を見つけると、これはなんて小さな子供だ。 と、驚きました。そして、一寸法師は、僕は体は小さいが、誰よりも一生懸命働く。僕をここで雇ってくれ。と言いました。そして、一寸法師は、僕は体は小さいが、誰よりも一生懸命働く。僕をここで雇ってくれ。と言いました。 こうして一寸坊師は、そのお屋敷の若いお姫様のおもりの仕事を任されることになりました。こうして一寸坊師は、そのお屋敷の若いお姫様のおもりの仕事を任されることになりました。一寸坊師は、毎日一生懸命働きました。一寸法師は、 毎日一生懸命働きました。お姫様が勉強するときには一緒に学び、他の家来たちに混じって武術の稽古もしました。お姫様が勉強するときには一緒に学び、他の家来たちに混じって武術の稽古もしました。 そうして何年かが過ぎたある日、一寸坊主はお姫様と一緒にお寺にお参りに行くことになりました。そうして何年かが過ぎたある日、一寸坊主はお姫様と一緒にお寺にお参りに行くことになりました。お参りをした帰り道、一寸坊主とお姫様が道を歩いていると、突然、二匹の鬼が現れました。 お参りをした帰り道、一寸法師とお姫様が道を歩いていると、突然、二匹の鬼が現れました。なんて綺麗な人間だ。さらってしまおう。と、赤い鬼が言いました。なんて綺麗な人間だ。さらってしまおう。と、赤い鬼が言いました。 それ,いいそ,それがいい、そうしよう。と、青い鬼も言いました。それがいい、そうしよう。と、青い鬼も言いました。二匹の鬼がお姫様に近づいてきたとき、一寸法師は言いました。二匹の鬼がお姫様に近づいてきたとき、一寸法師は言いました。 こら、鬼どもこれ以上お姫様に近づくんじゃないこら、鬼どもこれ以上お姫様に近づくんじゃないすると、鬼たちは一寸法師を見つけ、笑い出しました。すると、鬼たちは一寸法師を見つけ、笑い出しました。 なんて小さな人間だ。そんな小さな体で何ができるんだ。と赤い鬼が言いました。なんて小さな人間だ。そんな小さな体で何ができるんだ。と赤い鬼が言いました。そして赤い鬼は一寸帽子を手でつかみ、一寸帽子を食べてしまいました。 そして赤い鬼は一寸帽子を手で掴み、一寸帽子を食べてしまいました。お姫様が怖がっていると、急に赤い鬼がお腹を抱えて苦しみ出しました。お姫様が怖がっていると、急に赤い鬼がお腹を抱えて苦しみ出しました。 痛い、痛い、お腹が痛いよ痛痛痛い痛いいお腹が痛いよ実は、一寸帽子が赤鬼のお腹の中で、針の刀を振り回して暴れていたのです。実は、一寸帽子が赤鬼のお腹の中で、針の刀を振り回して暴れていたのです。 赤鬼はたまらず一寸帽子を吐き出してしまいました。赤鬼はたまらず一寸法師を吐き出してしまいました。赤鬼のお腹の中から出てきた一寸帽子は飛び上がり、青鬼の目に針を突き刺しました。赤鬼のお腹の中から出てきた一寸帽子は飛び上がり、 青鬼の目に針を突き刺しました。目が痛いよ、許してくれ。と、青鬼は言いました。目が痛いよ、許してくれ。と、青鬼は言いました。しかし、一寸法師は、お姫様を去ろうとした奴らを、 許すもんかと言いました。しかし、一寸法師は、お姫様を去ろうとした奴らを許すもんかと言いました。すると赤鬼は、俺たちの宝をやるから許してくれと言いました。すると赤鬼は、 俺たちの宝をやるから許してくれ。と言いました。一寸法師はその鬼たちを許してあげることにしました。一寸帽子はその鬼たちを許してあげることにしました。鬼たちは一寸法師とお姫様に、 内ちでの小槌という宝物を渡しました。鬼たちは一寸法師とお姫様に、内ちでの小槌という宝物を渡しました。願いを言いながら内ちでの小槌を振ると、何でも願いが叶うというのです。願いを言いながら内ちでの小槌を振ると、何でも願いが叶うというのです。 打ち手の小槌を手にしたお姫様は何をお願いしましょうと一寸坊主に聞きました。打ち手の小槌を手にしたお姫様は何をお願いしましょうと一寸坊主に聞きました。一寸坊主は僕を大きくしてくださいと言いました。 一寸法師は、僕を大きくしてください。と言いました。お姫様は、一寸法師大きくなあれ。一寸法師大きくなれ。と言いながら、内での小槌を振りました。お姫様は、一寸法師大きくなれ。一寸法師大きくなれ。 と言いながら内での小槌を振りましたすると一寸法師はみるみる大きくなり立派な若者になりました。すると一寸法師はみるみる大きくなり立派な若者になりました。そして大きくなった一寸法師はお姫さまと結婚し。 大きく出世しました。そして大きくなった一寸法師はお姫様と結婚し大きく出世しました。そして一寸法師は多くの家来たちを連れておじいさんとおばあさんの家に帰りました。そして一寸法師は多くの家来たちを連れておじいさんと おばあさんの家に帰りました。立派になった一寸帽子を見たおじいさんとおばあさんは、とても驚きました。立派になった一寸法師を見たおじいさんとおばあさんは、とても驚きました。その後、一寸帽子は、おじいさんとおばあさんを都に招き、みんなで仲良く、 幸せに暮らしたそうです。その後、一寸法師は、おじいさんとおばあさんを都に招き、みんなで仲良く幸せに暮らしたそうです。